ディランコール・スプラウスとパイパー・アリース・ディラン・トーマス・スプラウスとコール・ミッチェル・スプラウスはアメリカ合衆国の一覧性ソーセ生ー児の俳優である。彼らはコールディラン、スプラウス兄弟、スプラウスツインズとも呼ばれ、ビッグ・ダディ、グレース・アンダー・ファイア、フレンズなどに出演したことで知られている。ディズニー・チャンネルのドラマ、スイート・ライフでは、 タイトルにもなっているザックとコーディを演じ、そのシリーズの成功により彼らは10代の視聴者の人気を得た。スプラウス兄弟はイタリアのアレッツォにて生まれた。ディランはコールより15分早く生まれ、詩人ディラン・トーマスにちなんで名付けられた。コールは歌手でジャズピアニストのナット・キング・コールにちなんで名付けられた。出生から4ヶ月後、彼らはカリフォルニア州。 ロングビーチに引っ越し、そこで育つ。2005年、スプラウス兄弟は、オルセン姉妹の会社デュアルスターと契約し、スプラウスブロズという商標を作ることに同意した。このブランドは10代以下の子供をターゲットにしており、DVD、CD、衣類、スポーツ用品、ゲーム、カレンダー、着メロ、生還剤などを扱う予定。また、スプラウスブロズ、コードという、 8歳から14歳向けのトレンド雑誌が作られた。雑誌について、ポールは自分たちと同じ年頃の男の子向け、女の子みたいなことはしたくないと語った。一方ディランはみんなに気に入ってほしいと言った。2006年6月18日発行。2006年9月に、スプラウス兄弟はサイモンスポットライト社から、スプラウスブロズブランドを使って本を出すことを、 契約した。スプラウス兄弟が、ヤング・ジェームズ・ボンド、つまりはスパイとして描かれている本である。2007年6月に、同サイモンスポットライト社から、15歳の双子の兄弟、トムとミッチの物語、47RONIN の第1巻と第2巻が、同時に発売された。2007年11月現在、シリーズ第6巻までの発売が、 すでに予定されている。役名は、ディラン、コールの順。ありがとうございます。